はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。冬といえばこたつにみかん。なぜかおばあちゃんの家ってこたつの上にみかん専用のカゴがありますよね。ということで今回は大人気シリーズ、お肉を柔らかくする検証です。みかんを使ってお肉を柔らかくしてみます。それでは早速やっていきましょう。今回はこのみかんを使ってお肉が柔らかくなるのか検証しています。日本でみかんといえば一般的には温州みかんのことです。きっと皆さんも一度は食べたことありますよね。個人的に小さめのみかんを二口くらいで頬張るのが大好きです。今回用意したみかんは結構大きめです。日本でみかんの生産量が多い県は和歌山県、愛媛県、静岡県です。スーパーに行くとこの産地を目にすることも多いです。ちなみにみかんとオレンジって違いを聞かれても難しいですよね。みかんもオレンジもどちらも原産はインドで、ヨーロッパ方面に広がり栽培されたものがオレンジで、インドから中国に伝わり日本に入ってきたものがみかんです。アメリカのバーベキューなどでよくお肉を柔らかくするためにオレンジジュースなどでマリネしておく方法があります。きっとみかんでも柔らかくなるのではと思い、今回検証することにしました。今回使うお肉はこちらの豚のスペアリブです。スペアリブとは豚の骨付きバラ肉のことです。バーベキューの定番部位の一つですよね。このスペアリブを24時間、12時間、3時間、1時間みかんに漬け込んだものと何もしていないお肉を用意して、どんな違いがあるのか検証しています。まずはみかんの皮を剥いてフードプロセッサーにかけてジュースにします。こうすることでお肉にしっかりと浸透して柔らかくなるはずです。次にお肉をジップ式の袋に入れて先ほどのジュースを加えます。あとはこの状態で時間が来るまで冷蔵庫で保管します。同じように他の時間のお肉も時間が来たら袋に入れて冷蔵庫で保管しておきます。すべてのお肉をみかんジュースに漬け込んで規定の時間になったので冷蔵庫から取り出します。画面左から何もしていないお肉、1時間、3時間、12時間、24時間漬け込んだお肉です。次に袋からお肉を取り出して流水でみかんを洗い流します。これが24時間漬け込んだものです。色が薄い茶色っぽくなりましたね。次は12時間漬け込んだものです。さっきの24時間に比べると少しピンクっぽさが残ってきます。同じように3時間、1時間のものも水で洗い流します。すべてを洗い流した状態はこんな感じです。また左から何もしていないお肉、1時間、3時間、12時間、24時間漬け込んだお肉です。こう見ると24時間漬け込んだものが一番色の変化があります。これを焼いて検証してもいいのですが、今回はより状態が同じになるようにこのお肉を真空して低温調理器で加熱します。こうすることで全てのお肉に均等に熱が入るので加熱のムラなどによる違いが出にくいはずです。加熱が終わった状態がこちらです。こうやって加熱してみると見た目の違いはほとんどありません。それでは実際に食べてみるとどんな違いがあるのか比べてみましょう。まずは何もしていないお肉です。これはスペアリブですね。当たり前ですがみかんの匂いや味はしません。食感はしっかりと歯ごたえがあり噛み応えがあります。次は1時間漬け込んだお肉です。少し遠くの方にみかんがいます。嫌な感じはありません。料理に使うのも問題ないです。何もしていないものに比べて肉が柔らかくなっています。次は3時間漬け込んだお肉です。さっきの1時間よりお肉が柔らかく感じます。みかんの匂いはそこまで気になりません。若干の酸味があります。これくらいならどんな料理に使っても問題なさそうです。次は12時間漬け込んだものです。柔らかさの違いはそこまで違いを感じません。みかんの香りと甘さが肉に染み込んでいます。ですがパイナップルのような嫌な感じはありません。肉が溶けたりもしていません。最後は24時間漬け込んだものです。柔らかさにはこれも違いがほとんどありません。味はよりみかんの酸味と風味があります。ここまで漬け込んでも嫌な感じはありません。肉の臭みをみかんの香りで消すとかを目的として使っても良さそうです。個人的には3時間漬けるくらいが一番柔らかく感じました。せっかくなのでこのスペアリブを使って煮込みを作ります。まずはフライパンで両面軽く焦げ目をつけます。次に合わせ調味料を作ります。ボウルにおろし玉ねぎ、みかんジュース、ケチャップ、おろし生姜、おろしにんにく、蜂蜜、ウスターソース、醤油、酒、酢、粒マスタードを加えてよく混ぜ合わせます。あとは先ほど焼いたスペアリブに合わせ調味料を加えて煮込みます。全体に水分がなくなれば完成です。お皿に盛り付ければスペアリブのみかん煮込みの完成です。いただきます。今日はアメリカのシカゴにあるグースアイランドのミッドウェイセッション IPA を飲んでいます。
セッション IPA ということで、アルコールは 4% と低めです。最近はスーパーなどでも見かけることありますよね。グラスに注ぐと柑橘や甘い花のような香りを感じます。とても爽やかで、飲み口はフルーティーで飲みやすいです。今の時期よりは夏の暑い時期にバーベキューとかしながらごくごく飲みたい一本ですね。それではスペアリブのみかん煮込み食べてみましょう。このたっぷりのソースが油を乗ったスペアリブとよく合います。ご飯が食べたくなります。みかんの程よい酸味と甘さがちょうどいいですね。今回すでにみかんに漬け込んでおいたので、そのまま調理しましたが、この合わせ調味料にスペアリブを漬け込んでおいても良さそうです。より玉ねぎの効果でお肉が柔らかくなるのも期待できます。みかんではなくオレンジを使ってもいいですね。ちなみにお肉は通常 pH 5という弱い弱酸性です。この状態は一番保水性が低く繊維が縮まっているそうです。その数値を酸性かアルカリ性に傾けることで、お肉の保水性が高まり、お肉がしっとり柔らかくなります。今回のみかんや柑橘類の場合、酸性に傾くのでお肉を柔らかくすることができます。暖かくなってきたら前日に仕込んでおいてバーベキューに持っていくのも良さそうです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。みかん漬け込み検証いかがでしたか？何気なくやってる行為も実は全て意味があるんですね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。